ドラゴンクエストボー。はい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャを回していきます。というわけで、ちょっとお待ちください。時間が午前の3時30分を過ぎたところということで、寝る前にですね、はい、ガチャを引いていこうと思います。ということで、今回はですね、とりあえずマイレージの方をですね、使っていきます。マイレージでとりあえず10連。で、ちょっとね、思った結果に、ならなければですね、とりあえずもう、ジェムの方を投入していこうと思います。ということで、今あるのがですね、はい、勇者姫、あと、冥王装備、アストルティアの女神、などなどがですね、新しい武器というかね、新しい装備としてあるわけなんですけど、とりあえず、期限が迫っている、勇者姫装備、こちらですね、マイレージの方で10連分ありますので、チケット引き換えましたので、とりあえずこれ、やっていこうと思います。とりあえずね、グランゼドーラの剣、あるいは盾がですね、このマイレージで、出ればね、ラッキーかなと思います。ただ、出なければ、多分出ないと思うんですけれど、出なければ、もうジェムの方、投入をしていこうと思います。とりあえずね、そんなところでなります。というわけで、行きましょう。はい、マイレージ10連。お願いします。はい、演出は、オーロラ流星で、これはなかなかいい感じ。お、しかも来た。うん。というわけで、5分の1でピックアップの武器、いいですね、はい。スラミチのね、カットインが出たので、ピックアップ確定です。来い！お、来た！ありがとうございます。はい、しばらくですね、マイレージ、とかね、配布チケットで、ピックアップの武器っていうのが、しばらく出ていなかったわけでございます。出ていなかったので、最近ね、冒頭のドラゴンクエストウォークもね、すごく、小声で言っていたわけですけど、ちょっとね、ようやく久しぶりに当たりました。ありがとうございます。というわけで、この動画を見ておられる皆様にも幸運が訪れることを願っております。というわけで、久しぶりにね、マイレージで当たりました。次のね、虹色もう一個あったんですよね。これが、盾なら最高なんですけど、どうでしょうか。ね、グランゼドーラの盾、お願いします。おう、でも、ピックアップがね、2つきましたね。すごい、引きが良かったですね。ありがとうございます。はい。盾ではなかったですけれど、とりあえず、頭、いただきました。ということで、大当たりですね。はい。すごい大当たりいただきました。ピックアップ2つ。ということで、はい。ということでですね、ちょっと装備の方をですね、強化していきたいと思います。ということで、まずね、こちらのグランゼドーラの剣ですね。こちらはですね、久しぶりにピックアップの武器が出たということなんですけれど、ちょっとね、武器境界石がもう、あぶれる形になっております。しばらくね、使ってなかったんですよね。ピックアップの武器が全然当たらなかったということで。はい。というわけで、中武器境界石、246個を使っていこうと思います。はい。というわけで、久しぶりにね、ピックアップの武器を強化することができました。あとですね、これか。はいはい、これですね。大勇者の天冠っていうのかな。はい。とりあえず、先、パワーアップの方しておきましょう。中防具境界石、100個ぐらい使うのかな、確か。行きましょう。はい、はい、100個使って強化していきます。はい。はい、というわけで、ちょっと、なんかいろいろありますけれど、ちょっと機能を見ていきましょう。ドラゴン耐性があると。あとは獣耐性。全属性ダメージが、晴れの時あって、バトマス、斬撃ダメージ 2%。パラディンは斬撃耐疑耐性 2%。メラ属性の、斬撃耐疲。メラ属性の斬撃耐疑ダメージプラス 6%。結構強いですね。最近の武器ということで。ということになります。というわけで、はい、もし当たらなかったらですね、
ジェムを使う予定だったんですけれど、はい、今回ね、思わぬところで、はい、当たりましたので、はい、今回のガチャ動画は以上になります。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。